はい、皆さんこんにちは、ダブルTです。はい、今日は久々にトモくんが復活しました。イエーイ。足を怪我して何ヶ月だっけ？3ヶ月。はい、3ヶ月ぶりにゴルフをしております。で、今日はそんな久々なトモと俺のショートコース対決をしていきたいと思います。 OK？ じゃあ1番借りましょう。68ヤード。58度で OK。 大丈夫、多分打ってないけど全然、ね、大丈夫、多分打ってないけどあんまり。え、お、結構いいじゃん。お、でも左エッジぐらい。お、まあ久々の割にいいじゃん、結構。OKOK。はい、じゃあ次俺。回した。はい。こいつは普通に練習してたからな。いや、最近ドラッグの打ち方も変えた。右足はい、ということでさっきも結構曇ってたんですけど、めちゃくちゃ晴れたね。ね、暑い。てか暑くない普通に。暑い。いや俺らもじゃあ、もこもこズボン入ってもんですよね。暑すぎる。ちょ、まあ、ちょっとこっち向いてくんね、一瞬。このバッグとのこのサイズ感の合わなさ。はい。え、何？これパターで行くの？大丈夫？どういうこと？怪我なんだ、有吉さん、まだね。はい、これトモくんバーディーパットです。はい、で、はい、トールくんこれです。はい、ナイスバーディーチャンス。よし、いいぞ。いや、あのライン読んでいいかよ、普通に。あ、オッケー、天才ね、オッケー。大丈夫、そんなに速いか。早速汗だくだけど。いいんじゃないのこれ。ちょっと。いや、ナイスバーディー。やったやん。久々ゴルフの初っ端あの距離入れちゃう。ナイスバーディー。お前はこれ余裕に入るな。うん。これ外したらなかなかやばい。外しようがないよね。下手くそっすね、この人。いや、惜しかった。全然、もう入んなかったらダメだから。いいかな。はい、じゃあ2番ホール67ヤード。はい、まず1番ホール、あの長い距離の、まあ、たまたま、あ、狙い通りだった。ごめん間違えた。じゃあ狙い通りのバーディーを取ったトモくん、8番で打つの？あ、58か、ごめん。いや、うまいな、普通に。ちょっと待って、嘘じゃん。え、左奥に乗ってんだけど、うぞ。ナイス、いいね、いい感じ。いやうん、あ、これより内には寄せられるか。やっぱ遠いな、あれ。平均多分6メートルぐらいでしょ。近いんじゃない？ちゃんと見えん。これか。
まあ、石山との若干近い。はい、俺の勝ち。次に長いとこ。100、多分、なんだろう、5、6じゃんのかな、もしかしたら。わかんない、多分。てか、俺たちやっぱりなんかさ、ドラクモンを始めたことによって、ちょっとゴルフ上手くなってるかもしれない。なんなら俺らさ、なんか前からさ、ここ1番、2番とか乗んなかったよね、なんか、もはや。なのにね。そう、それも意外と近いところに乗るってないもんね。端っことかでも乗るんだよ、大体ね。いや、ありえないだろ、それ。日常サファリとかやめてほしいんだけど。はい、これかと思う。と、俺。まあ、一緒ってことで。いや、でもやっぱり俺は上りにつけてるから、しっかり。あ、マネージメント？えげつないマネージメントしてんな。いや、やめてほしいんだけど、マジで。勝負ついちゃうから。行け、行け、行ってしまえ、行ってしまえ。お、今日いいね。え、どうする、あれ、先やる、先やる。お前のこれはまあパーで上がるまで決まったことない。え、なんで、なんで。まあ、上りのフックってもう俺のラインじゃん、やっぱり。俺のシュートレンジだから。ああ、まあ、ナイスパー。オッケー、オッケー、オッケー。ああ、お前のこれは早いな。外しようがないもん、これ。こっちパター下手くそだ。超下手くそ。いや、下手じゃないよ。でも届かなかっただけじゃん。いや、もうチキンだ、チキン。打ち切るってないってことだもんね。はい、あー、下手でした、この人。はい、ということで、3番ホール。134ヤード。依然1打差です、とりあえず。まあ、今んとこ2ホールくらい俺がハンデ上げてるみたいな感じだもん、入れないだけで。何まで打つのそれ。ピッチングね、オッケー。届くの大丈夫。出たな、なんだっけ、ね、トリスタンだっけ、それなんか絶対曲がらないんだよ。ピンがはい、ちょっといて、これ危ないんだよね、これ。耐えたか。いや、正直運で今言っとくけど、運がいいだけだよ。あ、いや、これどこでいいの、お前。お前何番？持ってきてるクラブのあれが違うもんね。俺なんか3本くらいだけど、お前なんか6本くらい持ってきてんだもんね。でもお前より後に打つってなんかちょっと嫌なんだけど。いや、早く俺いいスカで回んないと。グリーン奥行ったな。ちょっと奥だわ。まあ、まあ許容範囲。まあまあまあ。俺のこの鉄柱のやつか。うん。はい。じゃあちょっと、じゃあ今日のクラブセッティングちょっと見せてもらいます。ショートコースの。君の番手は？超短じゃん。じゃないけど。ちょっと待って。50？ 58とピッチングスパター。58とピッチングスパター。おー、すごいじゃん。うん、俺と一緒くらいだ。何本だっけ？俺2。俺2本。ちょっと待って、俺2本なの。いや、まあ、まあ、だってすごいでしょ、ほら。もうしっかり。5、8、5、2、ピッチング、9、8。すごいでしょ。
やっぱこれぐらいやっぱりね、多彩なやっぱりものを使えるっていうこの繊細さ必要だよね、やっぱり。全然取れてない。え、全然使いこなせてない。だって今8番入ってたっけ。入ってるよ、もちろん。だってここで一番長いホールで134でしょ。違う、あの60ヤードぐらいを手前から転がすっていう技とか使うから、俺の場合。バカ言うけど、お前そんな技量があるわけねえじゃん。いや、あるでしょ、普通に。ないね、飛ばすことしかできないんじゃない。え、だからさ、俺下手みたいなことやれるかも、ちょっと。お前は下手だ。ちょっと奥行っただけじゃん、こうやって。いや、マントップで救われただけね。いや、だって前はこの幅に飛んでかなかったから、基本俺ら。こっちに入れたし、こっち。あ、左側ね。左の帯でしょ。全部 D なんで。お前もだから成長してあそこで止まってるから。マジで。あ、距離も合ってんじゃん割と。全然。距離は合ってっけど、もう方向が OB スレスレ。いや成長でしょ。お前ホンダハンデこっからでもいいからと思ったよ。レディースね。レディースからでもいいから。止めの前だからいいんだ。そこだ。お前のやつじゃ先にじゃあ。はい。いや、どうせ下手なんだからさ、考えずに打てよ。これ寄るの？え？あー、まあちょっとでかいけど、まあどうも、あれ、まああれは入らないよ。ナイスボギー。オッケー。あー、多分こいつ寄らねえな。分かるでしょ。で結構距離あんだよね。それ寄せられんの？あのもうねって俺の今スコア勝ってっかんな、1打差だけ。あ、なんかトップかジャックいっそ。お、これも地味にうめえな。いや全然、あーうまい。全然止まった。大して寄ってねえなこれ。は俺とそんな変わんねえわ。ちょっと問題発言が今ありました。これとこれがほぼ一緒だということで、ちょっと。あ、まあ確かにね。はい、レバーね。レバー。あ、言うと思った今。レバー食べれないんだよ。やばい、あっち来る。いや、待って、ナイスパー。え、多分ちなみに言ったけど、めちゃくちゃ強いからね、今言ったけど。まあいいや、ナイスパー。ドバンこれ、何？こいつ、ことことこと外してっかんな、パター。このコールもらったかなと思ったけど。まあ、これは外しようがないよね、この近い距離。まあ、これ外したらさすがにやばい。だって、アプローチ打ったラインそのままじゃん。まあね。まあまあ打つだけだから。外したらさすがにやばいんじゃん。ドラゴンのね。はい、危な。いや余裕だろ。でしょ。まあそれ喜ぶラインじゃないかな。だってパターのプロになろうとしてんでしょ。まあね。なれ。今入ってる。もう三ヶ月間ゴルフやってんの俺に負けてんだよ今のところ。全然感覚ないもん。ないよ今。直感？まあ、確かに。いや超強かったもん。いやでも入ったら変わんねえから。まあ実際俺の方が勝ってっからね今1打。はい、ということで来ました4番ホール82ヤード。はい、まず依然1打差です。1打差です。もうトリスタやんなくていいからどうせやんないんだからお前。でもさっきの俺ちょっと鳥さんっぽかったでしょ、こっち見上げて。マジで82-58。
いやでも入りいいな。でも結構嘘でしょ、80ヤード外しちゃうグリーン。いやまあ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 、まあ、ナイスショットナイスショット。 OKOK、 もう58、まだ8番火吹かないんだ。あちょっとフリークがあるんで、ああ手前にね、58。いや分かった分かった、どんな感じ？いい感じ？あー手前。どんなこれ違うグリーン乗ってるわ。サブグリーンだ。あんたさ意味のわかんない方向行くやつ違う。いや届かない方と一緒だな。やばいよそれ。てかないその持ち方。なんかもう虫を持つみたいな持ち方してるけど。いやいや普通肩に担ぐでしょ。肩に担ぐだな。はい。いや、いいよ。やばい。新種のスタイルだ、これ。やばい。もういいね。でもなんかいいね。まあ、言うても3本しか入ってないもんね。やばい、面白い。あ、ね、入るって言うの。おー、しっかり直す。5目打ったな。いけ。え、もうグリーン外れたら OB って言うだけ。OK だろ。ふざけんなよ、ね、あれファーになっちゃうの。え、どうするあれ。先打ちは俺打つ。いや、どっちでもいいよ。ねそこから入ると思ってんの。まあ、そんなさ、強運が何回も続くわけないでしょ。ね、なんか前より下がってる。なんか前もっと遅かったよ。おー、あぶねヒヤッとしたわ一瞬。でもあれは外す可能性が大だわ。ない。じゃあ次俺行こう。じゃあ、あお前もアプローチ下手だからこれオーバーする確率全然あんな。あ、そっか、まあ、アプローチチップスだったんだ。一時期左でウェッジしてたんだもんね。うまっ。あー、まあ似たり寄ったりだな。いやいや、外す確率全然お前のがある。そんなことない。そんなことない。これでしょ。え、俺のボールかかんない算数は？おかしすぎるだろそれ。いや、かかんない俺の打つ先。あ、大丈夫。ああ。いや、余裕って言ってもまあまあボギーだからね、今取れた。まあまあ、これ入れてまず同点だね、じゃあ俺。OK。いや、俺入れたからすごく簡単に感じたけど、あんま外しようがないよね、それに関しては。いや、まあ、まあね、この距離だぜ。これ外したらパタープロになれないよ。ギリギリ。うまいな俺やっぱり。でも並んだだけの話だからな。どうぞ。ありがとう。